さあ、行くぞ。3の西のオーブ3、4コーナー9巻を打つ前は3頭4番レイにしわずかに先頭首ほどリードを取って4コーナー7番のレイチェルバローズが並んで1でさらにはその外には9番コパノマロンその直後に外から2年 F 組その内に10番の相手に先だ4コーナーをカーブ直線へさあ先頭は9番コパノマロンが立った後から10番の2年 F 組が追ってくるそしてその内から7番のが7番のレイチェル・バローズさらに8番の KO バルナイが追ってきたさああと 150m 先頭は12番の2年 F 組コパノマロンさらにそこから8番ベニーチェロが一気に2頭を捉えた2番手争いに KO バルナイ加わる8番ケニーチェコーラットオールイン後ろに8番のディーズゴールドもつけています4コーナーをカーブ直線コースに入りますわずかに先頭3番のクエンカ並んでいった10番のピコシーそしてその内から2番のリアンデーレ先頭に迫っていく400を通過さらにその外からは5番のフクノブルーレイクにさらには9番の湘南バージュと後ろはずらっと広がって前の争いですが内から2番のリアンデーレ200を通過さらには5番のフクノブルーレイクとあとは7番のルールーリマそして外から接近は1番のパルピタシオンも上がってきた前は2番のリアンデーレ先頭でゴールインリアンデーレが東京3レースを制しましたナビラ後方です600を通過その後ろに7番のデンフェイスそして内から6番のハイアップグレード並んで後方です4コーナーのカーブを迎えますさあペースを上げて3番のアーキハーンが先頭残り400を通過リードを1馬身2番手5番のロードステイター直線コースに入りましたその後は3馬身差8馬身とリッターと内はダノンジャガー2頭の外から追ってくるのが9番の北さんナビラ現在5番手200を通過さあ突き放した3番のパーティハーン4馬身5馬身のリード2番手には5番のロードステータスそれを追ってダノンジャガーさらにそのから9番北さん花びら2番手争い接戦パーティハーンゴールイン悠々と カーブに入りますがさあその間には8番のジュビリットワールが続いて第4コーナーから直線8番ジュビリットワールが今度は先頭に変わった11番のルシード食い下がるその外から2番のゴールデンカイト前は3頭広がってその後2馬身がいて16番の湘南勝ち時が4番手その位からは7番のエヌマエビシュが甘えを伺って上がってくるさらには9番のルバレドクールそして4番テンペストースを襲いかかるさあ200を切りました今度は2番のゴールデンカイトが先頭に変わったゴールデンカイト内は8番のジュンビットワールが食い下がって外から16番の湘南勝ち時を追っていますが2番手争い2番のゴールデンカイト抜けて5位2着16番湘南勝ち時8番のジュンビットワール3番手です
カーブ、2馬身差6番のグランスローゼ最後方、前から後ろまで6、7馬身の隊列1番です。第4コーナーから直線コースに入って完全に7番の火山落が先頭に変わってリードが1馬身、外から9番のヤマニンエイドロンが追っていく、残り400を切って坂を上がる、さらに外から4番のオルグジェチラが3番手から2番手前を追って内を狙って1番のアセンブリールーム、坂を上がる、さらに外から5番のデビューフライト横に広がって200を切りました。打ち出し沿い7番の火山落が先頭で1馬身半のリード、4番のオルグジェシナ、さらに外から5番のデビューフライト2番手争い、7番の火山落先頭でゴリ、2着5番デビューフライト、4番オルグジェシナ3着。フィオーレの外半馬身差600を切って11番アスクセクシーモアが3番手、さらには外から迫る13番のマサハヤモーム、4コーナーのカーブ、内には9番のスマートランキーの追走、それに名称一門が取り付いて、さらには12番フレスジャンケットも上がっていて直線コースへ外から上がります。さあ先頭は8番のミニトランザット、リードは2馬身、2番手には14番の大成フィオーレ、スタートは3馬身4馬身離れて2着を通過、13番のマサハヤオールが3番手ですが、外から10番の恋物語が追い込んでくる、前2頭が抜けている、8番のミニトランザットに14番大成フィオーレが迫るが、ミニトランザットゴールイン、そして3番手は13番マサハヤモーブ。内からは7番の名称バイズが上がっていって、その間から12番のキャストロップへの進出、第4コーナーのカーブに入っています。13番トーレ先頭400を通過、外から5番のレーマ33並んでいって直線コースへ、その外から9番のルシュバルドールが迫ってくる、その内に入ったのが7番の名称バイゼ、さらに外から追ってくる14番フォルトバージ、そしてキャストロペペ、残り200の標識を通過、さあ先頭は9番のルシュバルドール、外から14番フォルトバージが今3番手から2番手レーマ33並んできた、さあ先頭は9番のルシュバルドール、2番手にフォルトバージが上がった、ルシュバルドールゴールイン、2番手14番フォルトバージ、3番手が5番のレーマ33、その内を通って6番 K8 600を切りました。34秒8での通過、後方から2投目に14番モーデン、最後方内を通ってルールシェーバー、4コーナーのカーブに入りました。1番のピンクムーンがレース途中から先頭に立って2馬身のリード、2番手15番クリノリーブ、4コーナーから直線、3番手7番のノビルが迫ってきました。内を狙って2番のザウリ、あとは外から11番ナゲットモンスターの追い込み、先頭変わった15番クリノリーブ200を切った、2番手外から11番ナゲットモンスター、内から2番のザウリが差を詰める、しかし先頭15番のクリノリーブリード2馬身、2番手11番ナゲットモンスター、内から2番のザウリ、3番手15番クリノリーブゴール、2番手11番ナゲットモンスター、3番手12番のザウリ、2番
うちはアトラクティーボ、あとはアッチャゴーラ、外回り1番バニシングポイント、第4コーナーをカーブ直線コースに向かいました。楽な手応えで11番のウィンドフォール先頭に変わる。残り 400m を通過。食い下がる10番ピックアップラインが内、外からはミッキーラッキー、アッチャゴーラ、大外1番のバニシングポイントを追い込んできます。さらには3番レオカクテル、残り200を今通過する。抜けた11番ウィンドフォール、リード4馬身5馬身。2番手内から6番のアッチャゴーラ、2番手に上がって3番手は7番のミッキーラッキーの体勢。先頭はウィンドフォール、抜けてゴリ大勝です。2番手6番アッチャゴーラ、3番15番の佐野のアンダーが行って、最後方2番ベンヌ、第4コーナーをカーブ直線コースに向かいました。前2頭並んでいます。16番のハリー・ケーン、そして外楽な手応え9番ポールソンです。残り 400m を通過して、あとはユーとザユーとが今3番手2番手伺う。外から追い込んでくるのが14番のクロミストジーン、クロミストジーンが足を伸ばしてくる。さあ先頭はどうか、9番のポールセン、ユーとザユーと、外から14番のクロミストジーンがまとめてかわして先頭に変わった。2番手は9番ポールセン、粘っている。3番手が10番ユーとザユーと、先頭は14番クロミストジーン、ゴリクロミストジーン、外から伸びました。あとは徐々に4番シークヤハート、前との差を詰めようとしている。外を通って14番フレーバード、内には3番のバールリバン、大外からは12番のロワンルシーも上がってきました。4コーナーのカーブに入ります。3番2番の正門先頭、4コーナーから直線正門先頭やや馬体を離して、10番のルシベルが前を追う。その外から湘南アデイブ、さらには4番のシェイクユアハート、ロワンルシー内を狙って9番ワイドラジン、ハンデ戦激戦だ。ミスター GT も間から、先頭は7番の湘南アデイブ、外から4番のシェイクユアハート。さあシェイクユアハート出るか、内7番の湘南アデイブ、2頭接戦だ。2頭並んでゴール。あとは3番手外、12番ドワンディッチ。黒字仕様が追い抜いていきました。600切ります。34秒0での通過。後方は外を通って11番 Z レオンが相手。内からは4番の名称カズサ、10番コパノパサビナ、12番コパノニコルソン、5番のエティーヌ、最後方から6番の鈴鹿ポテキタイで4コーナーのカーブに入ります。先頭は今度14番レスカルに変わったか、直線に向いています。9番のステラフィオーレと2頭並んでいる。あとは13番の黒字市場、長く足を使って追い込んできた。内から3番ナムラフランク、2番の響き、真ん中には8番のドンアミティエ、さらには7番のイスラーネーロも追い込んでくる。先頭は黒字市場8番ドンアミティエ、内から2番の響き、外から7番のイスラーネーロ3人だ。これWe'll be right back.
ます。10番のエンペラーワヘア第4コーナーカーブから直線コースに向かいました。ここで先頭5番の名将天水ですが、並んできたベンチャー S サンライズホーク前3頭、その直後にいます10番のエンペラーワヘア。さあ追い比べとなって、今度はサンライズホーク内9番ベンチャー S、 そして今3番手、この間を狙っている10番エンペラーワヘア 200m を通過した。外からは懸命に4番のベリエール、大外13番カズペトシン追い込んでくるが、抜けたのは10番エンペラーワケア、ゴール。エンペラーワケア、ネギシステークスに続いて、前へ向かって、あとは外から3番のアップストローク4番手か、内は2番の柔道、第4コーナーカーブから直線コースに向かいました。1番のホーオーシェリー、そして並んできました12番ノーダブルディップ、残り 400m 今通過、坂を上がってきます。あとは内からは2番の柔道、その外に9番ブルカーノ、あと横に広がりましてアップストローク、マルちゃん、さらには追い込んでくる8番セフィロ、残り 200m になった。さあ頑張ってくるホーオーシェリーノーダブルディップ、外から一気に追い込んできたセフィロが伸びる。さあセフィロか、内のホーオーシェリーか、内外、今度はセフィロだ、ゴールイン、セフィロです。固まって2番パープルクラウド、6番ダンスエスプリ、それから3番フォーチュンコードです。4コーナーのカーブに入って一段になりました。前からおしまいまでは 3,4 馬身の圏内、先頭1番湘南ハウリ、4番キングサーが並んで直線、その外に出した5番のリッチブラック3番手から前を追う、最後方にいた6番のダンスエスプリ、内を狙って3番フォーチュンコード5頭の争い、2番のパープルクラウドだけが遅れてしまいました。先頭は4番キングサーが200を切った、外からじわじわ6番のダンスエスプリ、4番のキングサーがダンスエスプリ、その後3番で5番のリッチブラック、先頭は4番キングサーがダンスエスプリ、広がってゴールイン、3番で5番のリッチブラック、あとは3番のフォーチュンコード、1番